はい、今回は動物の森ハッピーホームデザイナーをやっていきたいと思います。じゃあ続きからやっていきたいと思います。で、音はないんですけど、本当すいませんね。それはちょっとゲームキャプチャーエリカトでゲームを撮ってるので、どうしても音が入らないんですよね。まあ設定がなんかおかしいと思うんですけど、まあ一応いつか直してみたいと思います。で、今回はですね、他の人、外にいる人をね、リフォームしてあげます。これは何だろう、スタジオ、バンドか。で、これはアート作品、カフェか。いろんな国のお人形に囲む、これいいね。これもいいよね、やっぱ。まあどれでもいいかな。これにしよう。じゃあルーシーですね。どこだっけ、なんかお人形に囲まれた部屋だよね。他の国って言ってたから、土地か。まず土地だよね。まあ明るい感じで行こう。まあ、ここでいいかな。お人形か。人形がたくさんある感じでね。まあワンルームでいいかな。よし、やっていこう。一応ね、ビデオスタジオのゲームをなんか録画するソフトよりは、まあ画質はいいと思います。だけど音がないのでね、それだけはちょっと残念な感じ。お、何これ、ハロウィン、すごいねこれ。へえ、すごい。まあハロウィンな感じか。まあ、こんな感じでいいんじゃない。外はこれ何、あ、アイス、何か。まあこんな感じで結構いいね。で、この人は何を頼んでるの。お人形の方、お人形か。なんかお人形はないかな。お人形ね、リセットさんの模型、どれぐらいでかいんだこれは。ちょっとこれは小さいかな。ちょっと大きければこの隣に置きたかったんだけどね。どうしよう、なんか外にもなんかつけようかな。木でも置こうか。まあ普通のこういう木を置こうかな。こうで、これをもう一つ。よし、こんな感じでいいかな。入り口がなんかちょっと真ん中じゃないね。よし、こんな感じで真ん中だ。で、なんかカーペットとかないかな。 L サイズってどのぐらいだ。うわ、でかっ、でかい。じゃあ M サイズは？あ、意外といい感じ。こんな感じでいいかな。いいね、いいね、いい感じ。もうちょっとこっちの方がいいかな。まあいいかな、これで。まあまあまあいいね。で、あとはなんかこういう花をちょっとこの隣に置こうかな。よし、こんな感じでこうやって入ってきて、ここがちょっとさましいじゃなくて寂しいね。なんか置けるものないかな。置
けるものがねなさそう。埴輪でも置こっかな。こういう、あ、いや違う、これじゃなくて、まあこうやってちょっと置いとこっかな。ここに置いとこう。まあいいんじゃない。じゃあ次は中をリフォームしていきたいと思います。まあお人形が囲まれた感じなので、まあ、壁の方にお人形を置いとけばいいかな。よし、じゃあまずは壁紙とかを置こう。宮殿の床、あ、いやこれは違うかな。これかな、やっぱ L サイズ。よし、OK。で、壁紙がないね。壁どうしよう。あ、これ置こうね。これ2つ置こうかな。あー、どうしよう。2つ置こうかな。あ、だけど2つはおかしいか。で、まあこんな感じで、これなんだ？あ、これも人形なのか。で、ベッドは必要だよね。あ、ベッドは普通の感じで、壁紙なんだよな。壁紙ないよね。これは違うか。なんだろう、おもちゃな壁紙？なんかおかしいよね。なんか地下室？ホラー。まあハロウィンだからホラーでしょ。まあこんな感じにしとこう。で、あとはまあ人形をまあどんどん置いていこうかな。これと、よし、こんな感じで、あとこれもね、写真置こう。複数？何この人形。で、あとはまあこれを置いて、あとは何か足りない、これも足りないね。あとはまあこれ、ドールハウス。これはちょっとここに置こうかな。で、あとは人形はもうここに置こう。で、写真なんだよな。写真はよし、こんな感じでいいんじゃない。そんな感じでいいかな。よし、完成です。完成しました。ルーシーさんだよね。お人形の館。まあいい感じではないかな。正直言っていい感じではない。お、何この、すごいこれ。まあ一応飛ばします。はい、ということで今回はルーシーさんでしたね。お、新しい役所ゲット。セーブ中。はい、ということで一応今回はここまでにしたいと思います。と、確か日報だっけ。まあ日報だった気がする。日報書いて終わりだったかな。
あ、そうだね。じゃあ日報を書いて終わりたいと思います。結構久しぶりにやったね。はい、ということでセーブが終わりました。やめます。はい、ということで一応今回はここまでにしたいと思います。次回も多分やるので、一応パート40が最終回にしようと思ってるので、あと7回くらいかな、まあ、ということで一応今回はここまでにしたいと思います。見てくれてありがとうございます。あとチャンネル登録、あと高評価もお願いします。ではさよならー。